キャンベルはアメリカ合衆国カリフォルニア州北部サンタクララ郡に位置する都市サンフランシスコ米エリアに属する人口は39,349人キャンベルは東と北でサンノゼと接し南にはロスガトス西にはサラトガに隣接するアメリカ合衆国国勢調査局によるデータによると面積は5.9平方マイル 陸地が5.8平方マイル、水面が0.1平方マイルである。カリフォルニア州ハイウェイ17号線がロスガトスクリークと並行して市の東部を走り、カリフォルニア州ハイウェイ85号線が市の南部を東西に走っている。2010年の国勢調査によると、キャンベルの人口は39,349人。 人口密度は平方マイルあたり6685.2人である。白人が26315、ヒスパニックが7247、アジア人が6320、アフリカ系アメリカ人が1158、ネイティブアメリカン275、他となっている。キャンベルは地中海性気候に属する。キャンベルはベンジャミン・キャンベルの名前にちなんで、キャンベルと名付けられた。 ベンジャミン・キャンベルは1846年にカリフォルニア州に移住し、サンタクラ・ラバレーの南部の160エーカーの土地を購入した。キャンベルが正式に市政を確立したのは1952年である。現在では、キャンベルはサンタクラ・ラバレーの郊外の住宅地となっている。キャンベル中心部キャンベルの公共交通機関はサンタクラ・ラバレー交通局によって運行されており、 バスがクパチーノやロスガトス、パロアルト、サンノゼ、サンタクララ、サラトガ島に向けて運行されている。ライトレールも市内を走行しており、3つの駅が市内にある。ありがとうございます。